FCI ニュースキャッチをご覧の皆さん、阿部寛です。先月ニューヨークのリンカーンセンターで北米最大級のアジア映画祭、ニューヨークアジアン映画祭が開催。最新映画からインディペンデント映画まで、日本や韓国、中国などアジア各国からの作品を中心に67作が紹介されました。20周年を迎えた今年、アジアで最も活躍する俳優に贈られるスターアジア賞を受賞したのは、内田英二監督の新作に主演する阿部寛さん。日本国外の作品にも出演する国際性や、30年にわたりさまざまな役柄を演じてきたその演技力が高く評価され、日本人で初めて選ばれました。久々に来たけど、キャラクター濃いなと街歩いてる人なんか阿部さんに言われるんだから、そうこれ僕は言いますからね。やっぱ日本でマスクしている街でも全部そうじゃないですか。だからあんまり人の顔見てなかったなと思って、こっち来たらもうみんななんかマスクしてないし、もう表情ははっきり見えるから、やっぱ昨日はジロジロ見ちゃったんだけど、それにしてもやっぱそれぞれの個性っていうのが非常に出てる街だなと思って、なんか嬉しくなっちゃいましたね。人種とかね、多様的な街だから、いろんな国の人がいるから、ずっと東京でマスク生活してると確かにちょっとエネルギーとしてドーンときますね、やっぱり。 I'm glad to have this wonderful hour and it's great to be here in New York during these hard times in the world。 会場には大勢のファンやメディアが押しかけ、受賞式のスピーチはすべて英語で行った阿部さんですが、その直前となったインタビューでは、なんか緊張してきましたね。なんだろう、アメリカのお客さんの前で舞台挨拶とこれから上映控えるっていうのも経験初めてなんで。でもアジア映画祭ってね、世界中にありますけど、アメリカはやっぱりアジア人多いんで感慨深いものがありますね。やっぱりアジア映画祭、自分もね、アジア人なんで、映画もアジア映画だし、なんか見てもらいたいっていう気持ちは強いかもしれないしね。ルール通りやれってか。ポンビだかコンプリだか知らねえけどよ。コンプラです。うるせえ。ミッドナイトスワンを手掛けた内田監督の新作となるヒューマンドラマ、移動辞令は音楽隊で、阿部さんが演じるのは犯罪捜査一筋だった鬼刑事成瀬。数々の難事件を解決に導いてきた成瀬ですが、高齢者へのアポ電強盗事件で強引な捜査や高圧的な態度を繰り返し、突如移動を命じられます。移動事例だ。音楽隊に行ってほしい。音楽隊？すぐ刑事に戻ると不本意な業務を続ける中で、挫折を味わうものの音楽で隊員たちとつながり、新たな一歩を踏み出す姿が描かれていきます。この成瀬役には阿部さんがベストオブベストという内田監督。その阿部さんはオファーを受けた時、これは苦労すると思ったことがあったそうで。もう楽器自体も全く苦手だし、音楽もなんかそういうのも全くある、音感なんか多分ないんですよ。ここまでなんか苦手なものってのはあんまりなかったですかね。大体なんかやってるうちに、なんだろう、もう最初の方から兆しが見えるんだけど、最初のうちも全然兆しが見えなくて、後半になって、まあ、急に伸びてきて、そこからもう楽しくてやってました、ずっと。阿部さん、どんな役さ？いや、スタッフみんな阿部さんのこと大好きなんです。口数はそんなに静かな方なんで、ワイワイやってるわけでもないのに、あとめちゃめちゃストイックだと思います。そう、わかんないですけど、ただ今回は練習しなきゃいけないことがたくさんあったんで、そうですね、ストイックにやりました。まあ、今時代の変化が、ね、激しいんで、まあ、特に日本はね、3歩ぐらい遅れて時代の変化がなんとなく来るようなイメージなんで、3歩ぐらい遅れてきた時代の変化に対応できない、まあ、警察官が主人公なんですけど、あんまり日本映画と思っていつも映画撮ってないんで、なんか世界共通の話題なのかなとは思いますね。
古い価値観から抜け出せない中年男性ナルセは部外者となり、初めて自分が信じていたものが崩れていくのを実感します。先輩はもうここの人間じゃないんです。そうだ、そうだった。打ちのめされるってやっぱ面白かったですね。なんかやっぱあそこまで信じて自分が正しいと思ってきたものが打ちのめされていった時にいろんな感情が出てくるって、そこからなんか徐々に受け入れて行きたくないんだけど、だけどある時にふっと人に言われた言葉が刺さってくるとか、そういうことで周りが急に見え出したら、ああ自分は今までどれだけ周り見てなかったんだというようなことに気づき出していく、そこら辺はすごくなんか共感してました。それほど大きな体験ではないけど何度もありますこと。あなたのドラマ、今年俳優デビュー35周年、主演作も多く、古代ローマ人から刑事までコメディやヒューマンドラマの中でさまざまな人物を演じてきた阿部さん。まあ、しょっちゅうタイミングポイントあるんだけど、だから20代の時やっぱ仕事がほとんどなかった時に塚越さんの舞台やったのも大きかったんだけど、やっぱ全部自分が持っていたその何ですか、こうやって やっていきたいとかそういうものを全部何ですか、そんなイメージみたいなものみたいなことが役に立たなくなっちゃった時があって、仕事がなくて、その時に助けてくださった方たちが非常にそのタイミングポイントになったかな。まあ、舞台もそうだし、あと稽古事もそうだし、そこが一番大きかったですね。20代30代の直前ぐらいですけど、ずっと刑事一筋。そんな阿部さんの役作りは、いろんな山、なんかでも人ってなんか一生懸命生きてる姿ってやっぱ面白いと思うんだよね。だからなんか変に作ろうというよりも、なんかそこに一生懸命生きてればクスッと笑ってくれたり泣いてくれたりとか、そういうことが起きると思うんで、どれも近づけようというか、なんだろう、僕から話そうとするんですけど、なんか自分演じるのがやっぱ嫌いなんですよね。一回舞台で自分を要求されたことがあって、それがものすごい苦痛だったんですよ。だからそこから話そうとするんだけど、だけど何かしらなんかもしかしたらどこか一部でも少し近づけようとしてることはあるのかもしれないですけど、美学的なことをね。だから自分的にはもう毎回違う役やるのが大好きで、かけ離れば離れるほどやりやすいっていうか作りやすいっていうのがあります。まあ、もちろん声かけてくだされば一回見てみたいなとは思いますね。やっぱり映画を作っていくという意味では、もう言葉はみんなバラバラだけども、共通のなんか言語みたいなものがあって、みんなまっすぐそこで迷いなく進んでいけるっていう面白さもありますからね。ハリウッドはどうなんだろうと思って見てみたいなっていうのはありますけど、国際的に活躍する阿部さんがオファーがあったら受けてみたいというハリウッド。ここ数年アジア系の映画が注目を集めてきている中で、日本映画がアメリカに進出していくには何が必要か、世界各国の映画祭に参加してきた内田監督に聞いてみると、単純明快で制作だと思いますけど、国がどれだけ芸術にお金をかけるか、やっぱ民間の力だけではやっぱりなかなか難しいと思います。国のサポートっていうのはもう絶対的に必要だと思います。最後に番組視聴者へのメッセージをもらいました。ニューヨークアジア映画祭で、今回ニューヨークに来ました。これからも日本の作品皆さんに届くと思いますけども、ぜひ応援してください。そして皆さんも頑張ってください。ありがとうございました。